こんにちは。埼玉県東松山市の司法書士柴崎です。今日はご家族が亡くなった時に14日以内にやる手続きについてお話ししていきたいと思います。亡くなられた後にですね、おおむね2週間ぐらいで行う手続きについては、死亡診断書の受け取りをして、そして死亡届、加速許可申請書の提出、これが7日以内。 世帯主変更届、これは必要な人だけなんですけども、世帯主変更届を14日以内、えー、健康保険、介護保険の手続きですね、これ14日以内、年金受給の停止の手続き、厚生年金については10日以内、国民年金については14日以内に行うということになります。 そして手続きについてはですね、運転免許証とか本人確認資料とか、あとは印鑑を押す可能性があるので、認め員を持ち歩いていただけるとよろしいかと思います。それで、初めのですね、死亡診断書を受け取る手続きから説明していきたいと思います。ご家族がですね、万が一亡くなった場合ですね、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成します。死亡診断書ですね。 これ病気以外の理由で亡くなった時はですね、死亡診断書という名前じゃなくて、死体検案書というのがお医者さんの方で作ります。まあ、死亡診断書か死体検案書、いずれかを医師から受け取るということになります。そして、この死亡診断書はですね、A 3の紙にってなってまして、A 3の紙のですね、右半分が死亡診断書。 または死体検案書で、ここは右半分は医師が記入します。そして死亡届を書く人がですね、左半分が死亡届になっているので、こちらにですね、いろいろ亡くなった方の本籍とか名前とか必要事項を記入していくということになります。で死亡届を記入するということで、手続きする人なんですけども、まあ、親族とかですね、亡くなった人の同居者、家主、 後見人などが死亡届を出す人になりまして、亡くなってから7日以内に出します。7日以内に。提出先はですね、亡くなった方の本籍地とか死亡地、亡くなった地ですね、届出人の住所地の市区町村役場ということになります。で、死亡診断書はですね、後でコピーを使う可能性があります。また、あ、例えば保険の手続きとかにコピーを 死亡診断書のコピーを提出する可能性があるのでですね、市役所に出す前に何枚かコピーを取っておくとよろしいかと思います。死亡診断書コピーを取っておく。そしてですね、死亡届と同時にですね、役場でですね、仮想許可申請書っていうのを提出します。仮想許可申請書ですね。で、この死亡届と一緒に仮想許可申請書を出しますと、仮想許可証が 交付されと、役場から交付されて、まあ、それを使って仮想の手続きができるということなんですけども、これらのですね、死亡届とか仮想許可の申請については、葬儀者が代行してくれるケースも多いですので、葬儀者の方でですね、その辺代行してもらえるのかどうか確認するとよろしいかと思います。まあ、死亡からですね、納骨までの手続きの流れなんですけど今言った通り、まずですね、死亡届と 仮想許可申請を役場で出して、そして役場でですね、仮想許可、仮想許可証の交付を受けます。この仮想許可証を、この仮想場に提出するということになります。そして、仮想場でですね、この仮想許可証をですね、また返してくれるんですけども、仮想した旨が記載されまして、埋葬許可証になります。これが仮想許可証が埋葬許可証に 変わりま,してでまたこれを受け取るとそして、この埋葬許可証は納骨する際にですね、まあ、お寺とかに提出するということになります。そしてですね、亡くなった方が世帯主であった場合ですね、世帯主であった場合、場合によってはですね、その世帯主の変更届を役場に提出する必要があります。 提出する必要がある場合はですね、亡くなった方が世帯主であって、残されたですね、世帯員、15歳以上の世帯員が2人以上ある場合ですね、15歳以上の世帯員が2人以上の場合はですね、まあ、どっちが世帯主になるのか、役場の方で判断ができないので、まあ、この世帯主変更届を提出してください。で、これは14日以内に出すということになります。で 場所はですね、亡くなった方の住所地の市区町村役場に提出いたします。そしてですね、世帯主が変わるとですね、世帯のですね、国民健康保険証のですね、世帯主欄もですね、変わる。国民健康保険に加入している場合はですね、世帯主欄が変わるので、手続きに変更届け出すときに、国民健康保険、世帯員全員の国民健康保険証も持っていくとよろしいかと思います。 そしてですね、国民健康保険に加入してた方の場合は、亡くなったらですね、14日以内に亡くなった人の住所地の市区町村役場にこの国民健康保険のですね、資格喪失届を提出してください。国民健康保険に加入してた場合ですね。そして、75歳以上の方の場合はですね、国民健康保険じゃなくて後期高齢者、医療、 医療保険の方だと思いますので、国民、このですね、後期高齢者医療資格喪失届を役場に提出します。そしてですね、この国民健康保険、またはですね、後期高齢者医療保険のですね、資格喪失届を出すときに、まず返すものですね、まず健康保険証、非保険者証を返します。 そしてですね、下はですね、まあ持ってる方の場合なんですけど、国民健康保険、高齢受給者証っていうのを持ってる場合はこれも返すし、国民健康保険じゃなくて後期高齢者医療費、保険者証の場合はこれを返す、役場に返すということになります。で、その他必要なものとして、まあ、亡くなったことを証明できるですね、戸籍等本だとか、そして届出人の本人確認資料、まあ免許証とかですね、と印鑑、 をご持参ください。亡くなった方がですね、後期高齢者医療の対象者だった場合ですね、高額療養費の支給申請って言って、お金がですね、療養費、医療費がですね、戻ってくるケースがあるんですけども、その高額療養費の支給申請を行う場合は、相続人のですね、印鑑と預金通帳を役場にご持参ください。またですね、 お手元にですね、限度額適用、標準負担額、減額認定証だとか、特定疾病、療養、受給者証、こういったですね、証書をお持ちの場合はですね、これらを役場にご持参して返却してください。亡くなった方がですね、国民健康保険以外の健康保険に加入してた場合、まあ、会社員とか公務員なんですけども、こういった方が亡くなった場合は、5日以内にですね、 健康保険、厚生年金保険、非保険者資格喪失届督を年金事務所に提出することになっております。ただ、これらの手続きはですね、会社側で行ってくれる場合が多いので、会社員とか公務員の方が亡くなった場合はですね、勤め先にですね、相談してもらえればよろしいかと思います。相談してですね、会社の方とかでやってくれるってことであれば、お任せするということになります。で、こういったですね、健康保険以外の 会社員の方とかのですね、健康保険の扶養に入ってた場合、扶養に入ってた場合、ですね、その勤めてた方が亡くなることによって、そのご家族もですね、扶養から外れてしまうということになります。そうすると、ですね、扶養から外れてしまった場合は、その家族はですね、自分で国民健康保険に入るか、もしくは他のですね、家族がですね、会社員であって、まあ、その他の家族のですね、会社員の 扶養に入れるんであれば、そは不要に入る手続きをするということになります。介護保険の資格喪失届とあるんですけども、介護保険費保険者証をですね、亡くなった方が持っていた場合は、亡くなってから14日以内にですね、介護保険資格喪失届を市区町村役場に提出して、このですね、介護保険費保険者証を返却してください。 今度はですね、年金の停止の手続きです、ね。年金受給停止の手続きなんですけども、亡くなってからですね、えー、国民年金だった場合は14日以内、厚生年金だった場合は10日以内にですね、年金受給者死亡届てのをですね、年金事務所または町門年金相談センターというところにですね、提出することになってます。ただしですね、 日本年金機構にマイナンバー、個人番号が収録されている方の場合は原則としてこの手続き省略化ということになります。年金時給検査、死亡届出さなくても良いということになります。まあ、詳しくはですね、この年金事務所また年金相談センターに電話して確認してもらえればと思います。 あとですね、亡くなった方がですね、受け取るはずだった年金がある場合はですね、遺族の方でこれを受け取れる、代わりに受け取れる方がある場合がありますので、これ未支給年金というんですけども、未支給年金については時効が5年なので、まあ、5年以内にですね、必要があれば受け取る手続きをしてください。まあ、詳しくは年金事務所とか、町、まあ、近年金相談センターに確認してみてください。 また遺族年金が受け取れるケースでも時効は5年になりますので、まあ、それより先にです、ねえー、遺族年金を受け取る手続きをすると、まあ、これもです、ね、年金事務所等に詳細を相談してみてくださいでまとめとしましてはあのご家族が亡くなってからおおむね2週間以内にする手続きとしてはまず死亡診断書を受け取りますということですね そして、死亡届とか、仮想許可申請書をですね、役場に提出するのは7日以内。この辺はですね、葬儀者の方で代行してくれるケースもあると。そして、亡くなった方が世帯主だった場合はですね、世帯主の変更する必要があるんであれば、14日以内にですね、変更手続きをすると。そして、健康保険とかですね、介護保険の資格喪失の手続きが14日以内。 そして年金受給停止の手続きが厚生年金の場合は10日以内で国民年金の場合は14日以内にするということになります。おおむね,ですね2週間以内にやるのはこのようなことでしてまたです、ね、落ち着いたらです、ね、例えば公共料金の停止の手続きだとかあとは財産のです、ね、名義変更だとかそういった手続きに移っていくと思われます。 これについてはまた別の動画でお話ししたいと思います。それではですね、今回はご家族が亡くなってからおむね2週間以内にする手続きについて解説してきました。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。